大家好，大家好，我是早奈惠，但是我弟弟叫坤干。坤干，今天我们想要做一下珍珠奶茶，噔噔，这个是台湾的 get star tapioca， 然后我们想要从头开始做一下这个。とね、まず作り方がここに書いてあるんやけど、ディエンゴっていうやつがないとわかんねん。ディエンゴっていうのは台湾のめちゃくちゃ便利な鍋があるんやけど、なんかそれでお米炊けたりとか、おかず作ったりとか、うちにはないので、ネットでちょっと見つかった別の作り方でやりたいと思います。それではタピオカ作っていきたいと思います。まず、お湯を沸かします。で、お湯が沸いたら、賞味期限切れてる。2020年2月20日やから、今9月やんな。6ヶ月ぐらい過ぎてる。半年前。いけるかな？うん、まあ乾燥してるから。乾燥したらいけるかな。頑張ろう。お腹を壊す覚悟で。まあでも、賞味期限切れたタピオカは、腹壊すか壊さないかっていう実証にもなるし、ね。確かに、体を張った実験やね。じゃあ 100g ぐらい。もう匂いせん。色はこんなもんなのかな。炊飯器で作ります。まずこの炊飯器の中にタピオカを入れて、タピオカ入れます。うー、めっちゃ粉っぽいな。で、ここに沸騰したお湯を入れます。だいたいタピオカ全部が浸るぐらいの、またこれの2倍のお湯を入れます。で、これで炊飯器の急速機能を使って炊きます。これ40分なんですけど、15分ぐらいで大丈夫だそうなので、タイマーで15分セットして、で、この15分の間にも2回ぐらいかき混ぜたりとかして様子見るっていう感じで。じゃあタピオカを今作ってる間に、スーパーで買ったタピオカを食べたいと思います。これはね、イオンで買ったんやけど、これ半額になってた。安い。これいくらあったかな。安くなかったかも。400円ぐらいかな。賞味期限は、賞味期限は大丈夫、2021年。うん、大丈夫。こっちも大丈夫。いや、そもそもイオンは賞味期限切れても売らへんよ。で、作り方は解凍して牛乳を入れて混ぜるだけ。超簡単。これは電子レンジで温めるだけ。そのまま食べるタピオカ。今から作りたいと思います。はい。どう？うわ、すごっ。こんな、なんかさっきよりめっちゃ大きい。多分1、2分しか経ってないけどね。早いね。うん、あ、でも色まだちょっと白いね。うん、こっちが黒糖で、こっちがミルクティー。ミルクティーめっちゃいい匂いする。黒糖はなんか甘い。これに牛乳を注ぎます。これけど適当に。15分経ちましたので、うわ、すごい。コンセント抜きます。抜いてこのまま20分蒸します。じゃあ、20分蒸してる間に市販のタピオカちょっと食べてみたいと思います。電子レンジで作った黒糖タピオカ、こんな感じ。なんか丸くないな。いただきます。いただきます。うん、うん、美味しいけど。美味しい。いや、美味しい美味しい。正月に出る黒豆みたい。あれね、うん、この皿もそうやし。似てる。うん、食感も味が、うん、味もそうやし。なんかゼリーっぽくない？ちょっと。でもタピオカと言われればタピオカ。なんか普通にさ、日本とかで売ってる、コンビニとかで売ってるタピオカドリンクあるやんか。そういうのってめっちゃゼリーやん、明らかに。うん、そう、これはちょっとタピオカっぽいけど、ちょっとゼリーっぽさもある。多分これ台湾人の人が食べたら、これはタピオカじゃないって言うと思う。次は黒糖いこうかな。全然黒糖っぽくないけど。バン。うん、なんかめっちゃ硬いやつあった。全体的に言うと、こっちの黒豆タピオカよりかはマシ。硬さは、うん、無理。味は多分美味しいと思うね。ちゃんと煮れば。ミルクティーや。うん、硬い。やっぱ硬いよな。もうちょい沸騰すべきなのかな。ガム噛んでるみたい。味はなんか安っぽい味がする。安いガムの味。いや、これ最初どうかなと思って、絶対こっちの方が美味しいやんって思ってたんやけど、黒豆が一番柔らかかった。うーん、全部無理。平さん無理。
これは食べれるけど、これまず黒糖やけど味しない、これもなんか薄い。やっぱ本場と比べたらあかんな。でも一応台湾のやつやろこれ。あ、本当や、原産国台湾って書いてある、うん、まず冷凍っていうのがやっぱあれなんやろな、ね、タピオカって冷凍するもんじゃないやろな、うん、まあ、解凍の仕方がもしかしたら悪かったんかもしれんけど、コンセント抜いて20分蒸した状態から開けます。オープン。おお、すげえ真っ黒やん。すごい真っ黒、これが本場ですかってぐらいの。すごい綺麗、ほんまにカエルの卵みたいやな。おお、すごい、あ、プルプルしてる、すごい、美味しそう。これをちょっと食べてみてもいい？うん。でもこれさ、賞味期限切れてるねんな。もっちもち。全然違う。うん、全然違うよ。完成。タピオカと一緒にお味噌汁、コーンスープ、カレー、ラーメン、あとお寿司を一緒に食べたいと思います。タピオカをかけて。頑張りましょう。え、でもさ、結構東京の店とかでさ、ラーメンタピオカとか、ラーメンカレー、え、タピオカカレーとかやってるやんか。だから合うかもしれへん。何からしよう。まず無難なやつからしよう。味噌汁と。じゃあ、どうぞ。いただきまーす。あ、合うよ、普通に。え、全然違和感ないよ。合う。なんかもちもちの豆腐が入ってるみたい。え、めっちゃ合う。うん、美味しい。コーンスープいくか、じゃあ。パン。うん、美味しい。まあ、コーンと思えば。やっぱさ、タピオカが美味しければ何でも合うかもしれん。はい、カレー。なんか見慣れないな、これは。カレー。パン。うん、いらん。絶対いらん。いや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 。普通に食べた方が美味しい。なんか多分ご飯と合わへんかも。なんか邪魔。攻撃されてるみたいな。存在感がすごいよね。でもこのタピオカとルーだけとかやったら、なしではないかな。ご飯なかった時に最悪食えるぐらい。次、ラーメン。ラーメンって言ったらもう、インスタントラーメン。カップラーメンなんですけど。なんか邪魔くさいな。まだ。まだ、まだ。まだいける。うん、まだ。わざわざ入れんでもいいって感じ。大丈夫です。最後に、お寿司。このお寿司の上にタピオカを乗せて、醤油をかけて。まあ、見た目は醤油漬けしたイクラ？変色したイクラ。じゃじゃーん。これに醤油かけます。でも美味しいかもしれないですね。いただきます。一口いくよ。美味しい。うまいやん。美味しい。本当に美味しい。イクラ嫌いだから。うん。うん。しょっぱいイクラの味がしないイクラ。お母さん、イクラ大好きやから、これはちょっと無理。美味しい、美味しい、美味しい。食感もちょっとイクラ、ちょっと硬いイクラっぽい。ええー。これうまい、こっちはうまい。ないわ。これ一番うまい。嘘やん。え、せーので、これ。マジで？お寿司？うん、絶対お味噌汁の方が美味しかった。いや、こっちの方がうまい。イクラが好きじゃない人だったら、これ意外と合う。お腹いっぱいやな。この残ったタピオカは、後でうちのお母さんが来るので、お母さんにあげたいと思います。あ、あ、これ普通に飲むの忘れてたよ。最後に普通に飲む？よし。いただきまーす。いただきます。うん、ね、これが一番美味しい。うん、美味しい。まあでも本場の台湾でタピオカ飲んだことないけどね。え、マジで？昔に一回行ったことあるって言ったけど、台湾にね。結局台湾行った時にはタピオカ飲んでない。やばいな、台湾行ってタピオカ飲まへん人初めて見たわ。なんで？いや別に特に飲みたいと思わなかったの。あー、男の人ってあんまそうなんかな、もしかして。そうだね、なんか屋台とかあっても、うん、普通に肉料理とか、あとフルーツあったらフルーツ食べて。ごちそうさまでした。これはもうまた後で全部食べます。シャツジェン、バイバーイ。
バイバイ。下次见。下次见。